方が薬局マジで No Doubt。 おいさあ、大河かチャンネルようこそ。薬剤師のワルポップです。はい、ということで本日9月21日なんと貸し替えに来ております。イエイ。いやー、待ち遠しかった。本日ですね、9月20日から21、22日と 3days、 ドゲンジャーズのヒーローショーと、そして正木薫さん、百崎麻衣さん、荒川監督、しゃべりーマンですね、こちらの方々のトークショーがあります。正木薫さんは田中二郎役、ドゲンジャーズのルーキーの主人公の方ですね。そして百崎麻衣さんは、そのヒロイン役のゆきちゃん役です。はい、その方々のトークショーが見れます。そしてなんとドゲンジャーズの主題歌、難所のドゲンジャーズ、こちらを歌っている小塚明日香さんのライブショーがあります。やばいっす、これはやばい、本当に見どころあり満載。そしてそれを今回はまず1日目のヒーローショーの一部をお見せしたいと思います。なんとですね、この貸し替えのドゲンジャーズヒーローショーですね、前回貸し替え史上最大動員数を動員したということで、すごい大盛況だったそうです。なんで今回すごい期待を寄せて私1日目に来ております。最後まで見ていてください。一部だけお見せします。それでは行きましょう、どうぞ。ドゲンジャーズ全員集合スペシャルステージスタートです。拍手。はい、出ます、お願いします。はい、会場のみんなまだ暑いね。はい、北九州さんが
か今日は大切な日だって呼び出されて、あ、まずはルフィと戦って昔の顔を取り戻せ、調子に乗ってても頼むね。来た来た来た、誰が来た、私が来たぞ、下に来るな。
ということどうでしたか皆さん、ヒーローショー。やっぱね、もう本当に生で見ると全然違うんですよ。アクションの凄さ、迫力、もうめちゃくちゃ僕はビンビン伝わってきたんですけど、ちょっと一部しか見てない皆さんには伝わってないかもしれませんね。もう最高でした。ぜひともね、今後も貸し会員とかまたいろんなイベントでヒーローショーやっていきます。ぜひとも皆さんご参加ください。はい、ということで、今回はヒーローショー初日、をお送りいたしました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。あとインスタやツイッターもやってます。フォローお願いいたします。それではバイバイ。マイファンマシードラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうが、ハーテンクロスがスローガン、王が薬局マジでノーダウン。